どうも、さとみです。さあ、今回なんですけども、第五人格機械技師にですね、新しい衣装が実装されて、その衣装がめちゃめちゃ可愛いっていう風に噂。で、今着てるこの衣装なんだけど、ちょっと着ながらね、紹介がてらみ、あ、そう、さ、で、この衣装の名前が、これ読めない人多いんじゃないかな。チェシノランモンウォン。適当に言いました。はい。すいません。信じてしまった人すいません。適当に言ったし、適当に読んだし、なんなら俺も読めないっていう、なんて読むんだろうね。まあでも可愛いっていうね、そういうことに対して言葉とかそういうのはもう関係ないから、なんていう名前の衣装とかもそんな関係ない。でみんなに一個関係あるところがあって、この衣装は3月の2日とかかな、確か実装されて、で1ヶ月登場してから買えるのが1ヶ月限定になってしまいます。なんでちょっと欲しいっていう人はね、この1ヶ月以内にちょっとぜひ手に入れてもらって、でね、ちょっと待って、ね、顔見せるね、今からガチで可愛いから、いくよ。はい、3、2、1、じゃん。見た、肌色がもう可愛いじゃん。見てこの透明感ね、この透明感にちょっとこのチークが入ってる、このなんか女の子っていう感じのこの衣装、服も汚れてないし、めっちゃ綺麗、真っ白、髪型も可愛いし、髪色もいいし、最強技師、間違いない。もう今まで出た衣装の中でもうワンツースリーに入るぐらい、結構多いな、振れ幅多いな、ワンツースリーって結構あるのよでも可愛い衣装多いから、ナンバーワンとはねちょっと決めがたいけどね。まあでも本当にめちゃめちゃ可愛い、透明感もありつつね、しかもさ、なんつうのかな、この髪型、このね、なんかちょっとチャイナっぽいこの衣装に合わせた髪型は、この衣装ならではのところもあると思うんだね。ちょっとね、そういう良さもあるよな、これ。でもね、気をつけてもらわないといけないのが、この衣装ね、あれなんですよ。赤い玉、エコーじゃないと確か買えなくて、だから、かけらとかじゃ買えないんだから、絶対に課金が必要になるっていうところは、ちょっとまあね、みんなどうなのかなっていうところなんだけど、悩むところなんだよね。多分ね。だから、今こうやって実際に動かすんで、好きなだけ見てください。はい。でね、俺義肢あんまり普段使わないんだけど、その俺からしてもすげえ可愛いなと思う、この衣装は。だからね、ちょっと揺れてる人多いんじゃないかなと。で、もう一個揺れてる人多いんじゃないかなと思うんですけど、僕ね、実は昨日ね、その動画として投稿したんですけど、誕生日1週間ぐらい前にありまして、サブチャン作ったんですよ。サブチャンネルよ、これね、ガチ大事、本当にこれガチ大事。あ、待って、これ入れ替わりの術、俺のパペットのとこに今行ってくれてるわ爆発させたから、釣られたクマ勝ったなこの試合で、そのサブチャンを、昨日ね、初めて YouTube に動画としてお知らせっていう感じでね、作りましたっていう動画出したんですけど、なんとね、サブチャンの方作りまして、そちらのサブチャンの方で第五人格の、まあ、なんかこの紹介しきれなかった衣装とか、多分 UR とか SSR じゃないでも可愛い衣装とかね、あんのよ。紹介しそびれた衣装いっぱいあって、で実際に投稿してないけど、なんかその取りだめてる動画とかもめちゃめちゃたくさんあって、そういうのをねサブチャンの方に上げていこうかなと。まあもちろんね、第五人格だけじゃなくて、いろんな動画、ナンバリングが続いちゃう動画だったり、なんか長くなったりするね、 RPG とかだと長くなっちゃうじゃんとか、なんかそういう動画をね、サブチャンネルにバンバン上げていこうと思うんで、ぜひ皆さん、概要欄にサブチャンの、URL が貼ってあるので、サブチャンの方の登録よろしくお願いします。勝ちます。はい。勝ちますって言ってね。この試合、勝てない未来一切ないだろ。俺がだって、さっきの場所引き継いで、で、あそこ、今、誰だ、担当者が回してくれてるから、俺がつくぐらいに多分 50% ぐらいになってると思うんで、距離的に。で、ここ俺がつけて 50% のところを、まあ、囚人もいるし、つなぐこともできちゃうわけだし、ここで、救助失敗とかな、あ、ナイス救助、ナイス救助、でかい。勝ったな、これ。はい、来た。これ 81% ね。で、担当者が今、うわって、俺すごくない ?49% だよ。ほぼ50じゃん。言った通り。俺がここつけ、あ、ちょっと待って、一緒に回してあげよう。はい、さらにね、さらに一緒に。早い、早い、早い。下が、うりうり、うりうり下が増えていく。ナイス。よし。で、囚人倒れて、で、ピエロどこ行ったん俺今。あ、炭鉱者のとこ行ったかな、妨害しに行ったかね。勘のいいピエロだよ。まあ、だがしかし、炭鉱者スキル3個溜まって、なんか見てたらあれだったね。板を乗り越えた時に恐怖もらったのかな。やばい。やばい。一瞬で流れ変わったな、これ。一瞬で流れ変わったな。ガガどこ、あ、いたな。あ、ガガ治療してんのか、今。ちょっと待って。囚人起こしたけど、これどうしよう。いやー、これ足跡バレるな、絶対これ。絶対足跡バレる、これ。え、どう?ギリ。あー、もう最悪だ、もう。もう最悪だ。まあ、救助は間に合うけど、救助は間に合うけど、いやー、これ、無理か。どんぐらい?結構、
囚人にかかってる、頼む、俺が絶対にもらう。オッケーオッケーオッケー、炭鉱車逃げろ、お前次第で仲直り間に合うぞ。炭鉱車いいぞ、頑張れ炭鉱車、頑張れ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 、いけるよ、いけ、あー終わった終わった惜しい、あとちょっとで通電できたと思うんだよな。ナイス、いやこれ炭鉱車死んじゃうもんね、ここで。いや惜しかったな、引き止めるなしか。いやでもな、ここのアイテム次第だな、何のアイテムか。なんかちょっと傭兵の肘当てとか出てくれたらちょっとワンチャン未来見えるんだけど、引き止めるないのが結構でかいぞこれ。さあそして出るアイテムが、じゃこれにはさすがに渋い顔これには、あーこの治療モーションも可愛いねこれね。めっちゃ時間かかんな治療モーション、これ超絶に痛いわ。いやーでもこれワンチャン価値あるな、あの仲間と二人で協力して。画家も絵描いてんの、あ描いてんのかな、どうなんだろうな、その情報があったらワンチャンあるな。二人で助けに行って囚人もバチバチがあったりしたらワンチャンいけると思うんだけど、どうしたどうした、直してくれる、これいけんのかな、直しきった時の、いや遠いな、遠いし瞬間移動来るし絶対。これさっき俺のを倒すためにさ、その鬼没使ってくれたからさ、のんきに走ってこれたけど、そろそろ溜まると思うんだよなこれ。さあ来るぞ絶対に。向こうのゲート行って耳鳴りしてないの確認して、こっち飛んでくんじゃない、どう来る、来そう、来ないか、あーまあしゃあないな今のは。おスキル変えたっていうのは出てきたけどね。いやまあワンチャンいけたかもしれんけど、ちょっと怖すぎたはい、というわけでね、今回機械技師の新衣装新人ロンドンウォンの紹介でした。衣装の名前ほんと適当に言ってるんでね、すいませんね、あのでも適当に言ってるんだけど、可愛いっていうのだけ伝わってほしい、みんなに。バカほど可愛いこの衣装は。なんでね、欲しいと思ってる人は1ヶ月しか売ってないんで、ぜひ取り逃しないようよろしくお願いします。ということで、まあ再販がされるかされないかっていうのはちょっとわかんないけどね、この先。なんか最近第五人格再販するよみたいな感じのスタンスになってきてる感じがして、その前まではね再販ないみたいな感じでねやってたんだけど、もしかしたらされるかもしれないけど、再販を待つんだったら、本当に欲しいんだったらね、みんな手に入れちゃった方がいいと思うからね、ぜひ入手してください。そして僕のサブチャンも概要欄に貼ってあるので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。まあじゃあ本当はもう一戦動画をね撮ってみんなに見せたかったところであるんだけど、この後ねちょっと実はもうすぐに出ないといけなくて。そうなんですよ、あるんですよいろいろなんでね、ちょっと今回は一戦だけということで、ちょっと物足りないかもしれないけど申し訳ない。まあその代わりサブチャンに第五人格も出すからね、楽しみにしててください。というわけで皆さんどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、行ってきます。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよなあとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。